えー、皆様こんばんばは、四軸的心です、えー。ワクチン接種から十九時間、約49時間が経過をしましたが、腫、えー、れたりとかそういうことは一切ありません。えー、ただし、えー、発熱の方がですね、えー、してまして、えー、37度、7分ぐらいですかね、えー、7、8といったところ行ったり来たりとおいう感じになります。 このようにですね、えー、2個の体温計で測っていますが、まあ、現在は37.7と37.4なんで、えーまあ、ここら辺を行ったり来たりということでですね、なんていうんですかね、えー、疲れを <laughs> 感じます。まあ、これいわゆる倦怠感なんでしょうけど、疲れを感じている状態ですね。ただ先ほど冒頭も映しましたけど、腕が腫れてどうとか上がらないとか、 そういうことは現在のところ一切ありません。えー、しかし、えー、今日の昼ぐらいからですから、うん、約7時間ぐらいですかね、えー、発熱してるっていうことになります。 えまた何かありましたら、レポートしたいと思います。